11人組グローバルボーイズグループ上1が21日、茨城、国営ひたち海浜公園で開催された野外フェス、ロックインジャパンフェスティバル2024 in ひたちなかに出演。ロックインジャパンフェスティバル初登場を果たした。ロッキンは、今年25周年イヤー、5年ぶりに、ひたちなかへと帰ってきた記念すべきステージへの出演となり、上一は生バンドを従えた特別な構成で全13曲をパフォーマンス。フェスならではの煽りや会場全体を巻き込んでタオルを回すなど観衆を引き込み、割れんばかりの歓声に包まれた大熱狂のステージとなった。シルバーと黒を基調とした衣装をまとった上一は、輝く衣装と同じように獲物を狙うような目でステージに登場。自分たちのパフォーマンスで会場全体を飲み込もうとする勢いで、川岸匠が作詞作曲を手掛けたハッピーアンバースデーからショータイムがスタート。阪神タイガース、ビクトリーディスコとのコラボレーション楽曲テストドライブでは、河野純喜が次の曲皆さん声出してくださいと始めると、曲に合わせて観客が一斉にタオルを回す盛り上がりを見せた。河野が作詞に参加したレモンキャンディーでは、ステージの端までメンバーが広がり、ハンズアップして体を揺らした。2番の君が望めば魔法の絨毯でという歌詞に合わせ、川尻蓮が魔法の絨毯と手書きで書かれた台に乗って移動するユーモアあふれる演出も。世界的 DJ として活躍する R3 ハーブがプロデュースを手掛けた Eyes on Me フィーチャリング R3 ハーブでは、佐藤恵子と豆原一成がダンスブレイクでさらに盛り上げた。大熱狂の中、唯一のバラード曲として歌い上げた Believe in You では、プラスステージを埋め尽くした観客と共に手を左右に振り、美しい歌声を響かせた。後半には、10月2日にリリースする9枚目シングルのタイトル曲 Where Do We Go を披露。色気あふれるシンクロパフォーマンスで会場丸ごと釘付けに。リーダー、ヨナグスク進むが、まだまだ盛り上がっていけますか？ Are you ready? と煽ると、ラブシーカーで会場に集まった、ジャム、ファンネームの大きな掛け声と共にヒートアップした。豆原が、騒げー、と挑発して畳みかけた、ダンスナンバー、Walk It Like, I Talk It, 喜んででは、ステージが揺れるほどに、会場全体がジャンプ。最後は、木俣翔也が、次が、最後の曲です。今日は、皆さんのおかげで、僕たちもめちゃめちゃ楽しめました。ありがとうございました。と感謝を伝えると、上一が、カバーリリースをしている、Wow All Tonight 時には起こせよ、ムーブメント、上一バージョンを観客と一緒に歌って、締めくくり。ステージで、クラウチングスタートをして、メンバーたちが走り回り、最後まで歌やダンスだけでなく全身全霊で楽しむライブとなった。セットリスト M1 ハッピーアンバースデー M2 OA ウォーム3スーパーカルム4トリガーム5テストドライブ M6 アイズオンメフィーチャリング R3 ハブ M7 レモンキャンディーム8ビリーブインヨーム9ウェアルウィーゴム10ラブシーカーム11ウォークイットライクアイトークイットム12ヨロコンドーム13ワオオートナイト時には起こせよムーブメント上1バージョン